上皇隆隆行は、東京都北区出身で木瀬部屋所属の現役、大相撲力士。日本大学相撲部出身。本名は、佐久間隆行。身長188センチメートル、体重166キログラム。最高位は、東小結。好物は、牛筋の煮込み。嫌いなものはセロリ。趣味は、音楽鑑賞、プロレス観戦。 小学2年から東京都文京区の針谷相撲クラブで相撲を始めて中学卒業まで通った。しかし、そんな佐久間少年が子供の頃に憧れていたのは力士ではなく呼び出しだった。中学2年までは体が小さくなかなか勝てなかった。その代わり町内会から借りてきた太鼓を家でよく叩いてました。と当時を振り返った記事もあり、相撲は 中学限りで辞めるつもりであったという。しかし、体が大きくなるにつれて、勝てるようになったため相撲を続けた。埼玉栄高校時代には3年時の2006年に、世界ジュニア相撲選手権大会の無差別級で優勝した。その後、日本大学へ進学し、日本大学相撲部に所属した。2年時の2008年に、 全国学生相撲選手権大会で優勝し、学生横綱のタイトルを獲得した。日大在学中に父を亡くしたため家計を支えるべく、中退して、格下入りすることも考えたが、母に説得されて卒業することを選んだ。それにより大学卒業を優先したため、幕下付け出資格が失効している。キセ部屋を選んだ理由としては、 自身を勧誘していた十一代木瀬が、父の艶に来てくれたことが上がり、佐久間はその情の厚さに心を打たれたということを2018年の、花輪との対談で語っている。大学個人タイトル五冠の実績を引っ下げて、卒業後に、木瀬親方のうちで死として、北の海部屋へ入門し、2011年5月、技量審査場所において、佐久間山の死闘名で、初土俵を踏んだ。 翌7月場所で7000全勝で、序の口優勝を果たし、序二段へ昇進した翌9月場所でも優勝決定戦で、気前に敗れたものの7000全勝の成績を挙げた。3段目昇進した翌11月場所も7000全勝で3段目優勝を果たし、デビューから、無敗の21連勝とした。2012年1月場所に、幕下に昇進し、 11日目にデビューからの、連勝記録を27に伸ばし、遺体の持つデビューからの連勝記録26を抜いて、史上1位を記録した。13日目に千0のボルに敗れて、連勝記録は27で止まったものの、最終的には6勝1敗の好成績を上げて、優勝決定戦まで進出し、優勝決定戦でも8人によるトーナメント戦を、制して、幕下優勝を果たした。 東幕下4枚目まで番付を上げた翌三3月場所でも5勝2敗と勝ち越しを決めた。2012年4月1日に北の海部屋の部屋付き親方となっていた、木瀬親方が木瀬部屋を再興したことに伴い、北の海部屋から木瀬部屋へと移籍した。2012年5月場所、新十両昇進。初土俵から所要六場所の十両昇進は、遺体と、 素材豊かに並ぶ、史上一位体のスピードを記録となった。また、十両への昇進決定と同時に仕込名を、佐久間山から、上皇流へと改めた。仕込名は2009年2月に亡くなった父親の、名前から、うという一字を取って、木瀬親方が命名した。常に一緒に戦うという思いが込められている。新十両の場所は発勝7敗と勝ち越しを果たした。 翌、7月場所では終盤に失速したものの10勝5敗という、好成績を上げた。翌、9月場所では11勝4敗の好成績を上げて、優勝決定戦まで進出し、優勝決定戦でも、生を破って、初の重量優勝を果たした。また、序の口から重量まで、各段すべてで、優勝決定戦に出場したのは、史上初の記録となった。 そして翌11月場所において、新入幕を果たした。初土俵から所要9場所での新入幕は、年6場所制が定着した1958年以降では、史上1位のスピード記録となった。新入幕の場所では、2日目から5連敗を喫するなど、調子が上がらず、結果的には6勝9敗と自身の入門後において、初めての負け越しとなった。 2013年1月場所では十両陥落。その場所では11日目に勝ち越しを決め、14日目には、高野岩を破って11勝3敗の成績で、高野岩と十両優勝争いの先頭に並んだ。ものの、先週楽に、極集法に敗れて11勝4敗の成績となり十両、優勝は逃した。翌、3月場所において2度目の入幕を果たし、 9勝6敗と幕内では自身初となる勝ち越しを決めた。同年11月場所は6日目の北大気戦の直前にこと勇気が負傷する姿を見てしまって不安を覚えたためか思うように白星にありつけない状況に終始し3勝12敗の大敗をもって場所を得た。2014年1月17日は長男が誕生。 長男誕生が報道された際、2013年8月7日には、結婚していたことが明らかとなった。2014年1月場所は2度目の重量、陥落だったが、10勝5敗という成績を上げ、翌、3月場所は3度目の入幕となった。同年、7月場所は序盤まで2勝3敗だったが、6日目から、7連勝し、最終的には、 自震初の幕内2桁勝利となる10勝5敗に終わり、場所の感想を、やっとですね。やっぱり違うな。と語った。翌、9月場所は、新三役で、これにより、木瀬部屋初の三役力士が誕生した格好となる。初土俵から20場所所用での、新三役は、1958年以降初土俵としては9位体の、スピード昇進。 東京都からの新三役は1997年7月場所の土地あずま以来、新三役昇進に際した9月12日のインタビューでは NHK アナウンサーの藤井厚生に対して、木瀬部屋が一時の双子山部屋みたいになって取り組み編成会議を困らせたいと部屋がたくさんの現役関取りを要することを願うコメントを示した。 直後の9月場所は三役以上から白星を挙げることができず、11日目に負け越しを確定させるなど、上位の壁に阻まれ、4勝11敗と大きく、負け越した。10月11日の埼玉市巡業では午前中に、稀勢の里との稽古中に、左手親指を骨折し、全治5週間の診断を受けた。幸い直後の11月場所の出場が妨げられる、ことなく、 その11月場所を8勝7敗の勝ち越しで終えた。2015年1月場所は5日目の遠藤戦で、右膝を負傷し、6日目に精密検査を受けた。球場も、不適切でない状況であったが、妻から、遠藤に負けてへこんでんじゃないわよ。横綱に勝て、と、激も飛ばされて、強行出場し、痛み止めの注射が手放せない状況の中で7日目の、 春馬富士戦で金星を挙げる主君を果たした。くしくも長男の一歳の誕生日に初金星を挙げた格好となったが、10日目から負傷により休場。14日目に再出場を果たすも、13日目の時点で負け越しが確定しており、結局、この場所を5勝7敗3球で終えた。7月場所の10日目で、新十両の三竹海に対し激しい張り手で勝利。 三竹海は、流血し、翌日の取り組み後に校内を15針縫う怪我を負った。冷静に行こうと思ったけど入っちゃいました。負けられない。何をしても勝ってやると思っていた。14勝したら、幕内に上がっちゃう。新十両優勝はそんなに甘くないぞ、と、と興奮冷めやらぬ様子であったが、改めて振り返ると、ちょっとやりすぎたかな。熱くなりすぎました。 ちょっと、反省してます。と苦笑いだった。2016年は1月場所で4場所ぶりの幕内復帰を果たしたが、場所前の2015年12月に足首を手術していた上に5日目の千代大流との対戦で、右膝を負傷し、花道を車椅子で引き上げるほどの重傷で6日目から途中休場となった。重量に陥落した3月場所からは、 不祥箇所に装具を着用して土俵に上がったが、状態が思わしくなく5勝10敗の大敗に終わった。続く5月場所では日誌重量11枚目の番付で重量残留が厳しい11敗に終わると、番付を下げてでも強い気持ちでしっかりと治すことを表明し、手術を決断。6月に右膝の手術を受けてしばらくは休場となり、 復帰は早くても11月場所になる見込みとなった。上皇流が手術に踏み切ったのは関取に戻るまでの間後援者が援助を行うと申し出たことにもよる。11月場所は三段目に陥落。三役経験者の三段が目陥落は史上七人目の記録である。怪我からの復帰場所は番付を大きく落としたために数少なくなった。 公演者の中でも、熱心に応援する公演者がいる九州で、開催される11月場所を選び、強行出場ではあったもののこの場所で復帰した。怪我の再発という不安を抱えた場所であったが、元三役の力を見せつけて一番相撲から4、連勝。勝ち越しを決めた際に上皇流は、次は、土地の親関の記録を抜くと、 元三役の定一位からの三役カムバック記録を更新することに意欲を示した。最終的に七戦前勝で優勝決定戦も制し、自身二度目の三段目優勝を飾った。優勝に際して上皇流は家族がいますからね。何が何でも優勝して優勝賞金で家族を守らなきゃとコメントを残した。 2017年1月場所では幕下に復帰したが、2番目の相撲で右腕上腕に頭筋を断裂する大怪我を負い、負傷後も強行出場したものの結局負け越しに終わった。3月場所は4番相撲以外をすべて勝って6勝1敗。7月場所は関取復帰が見える二種幕下4枚目の地位を与えられた。この場所は3勝4敗と負け越した。 場所中、上交流は、重量も大事ですが、やはり幕内で相撲を取ってなんぼですよと、お互いが刺激し合って、部屋全体が、レベルアップすることを願っている。11月場所では、初日にデビューから21連勝中の円方と、対戦し勝利。自身の持つデビューからの連勝記録の更新を自ら、阻む形となった。 この場所は5勝2敗の好成績で3場所ぶりに勝ち越した。2017年6月に右膝の手術を行ったが、その時には全十字じ帯も断裂しており、半月板も割れている状態であった。2018年は重量昇進を伺う地での土俵が続いていたが、東幕下5枚目で迎えた2018年。 7月場所において4勝3敗の成績を残し、場所後の番付編成会議の結果、およそ2年ぶりとなる重量復帰が決まった。三役経験者が三段目まで落ちてから関取へ復帰するのは初めて。関取復帰に際して、とにかく諦めないでよかった。社会には自分なんかよりも辛い思いをしている人はたくさんいるからと言葉を噛みしめた。 同年2月に次男が生まれたばかりで、妻からは、まだまだだよ、ここが、スタートラインだよと激励された中での、関取復帰であった。9月場所は8勝7敗と勝ち越し、2015年、11月場所以来となる、関取の地位での勝ち越し。2019年1月場所は、怪我で、途中休場を喫死し、復帰した十両の地位を3場所で手放すこととなった。 3月場所は、東幕下3枚目で相撲を取り、7番相撲に、勝ち越しをかける展開であったが敗れて重量復帰を、逃した。5月、7月、9月場所はいずれも2勝5敗で終え、11月場所は、東幕下46枚目まで下がる。成績次第では3段目陥落の瀬戸際に追い込まれる。ものの、5勝2敗と7場所ぶりに勝ち越しを決めた。 2020年1月場所は東幕下32枚目まで番付を戻し、6勝1敗の勝ち越しで終えた。星の数によっては、連勝記録を伸ばす元林との一番も期待されたが、実現しなかった。3月場所は東幕下11枚目で迎え、5勝2敗で勝ち越し、5月場所は西幕下4枚目まで戻した。 5月場所の中止を経て7月場所は5勝2敗と、勝ち越すも、幕下上位の勝ち越しが多かったため、最重量は見送られた。9月場所は、2種幕下筆頭で迎えたが、初日から3連敗と後がなくなる。しかし、師匠の教えや、家族の支えを糧として4連勝し、勝ち越す。11月場所の番付編成会議で、10場所ぶりに重量へと帰り咲いた。 11月場所は西十両12枚目を9勝6敗で終え、1年を勝ち越しで終えた。2021年に1月場所は東十量9枚目に番付を上げる。中日を終えた時点で5勝3敗と白星が先行するも、場所前に痛めた腰の状態が悪化して、黒星を重ね、5勝10敗と負け越しで場所を終える。3月場所は東十量13枚目で迎える。 初日に膝を痛めたことから、序盤は3連敗とするが、膝の水を抜いてからは調子を上げ、10勝5敗と、関取りとして、久しぶりの2桁勝利で場所を得た。しかし翌5月場所は、序盤から黒星が続き、最終的に3勝12敗と大きく負け越し、7月場所の幕下陥落が、決定的となった。東幕下筆頭で迎えた7月場所は、 勝ち越せば一場所で重量復帰となるところだったが、3勝4敗と、負け越して重量復帰は果たせなかった。9月場所は、東幕下4枚目で迎え、初日で白星を挙げるも3連敗して、後がなくなる。その後、連勝を重ね4勝3敗で場所を終えた。7番相撲は、星が伸びていない東重量12枚目の曲周法と、組まれ。 入れ替え戦の要素が強かったものの関取復帰は見送られた。九州場所は東幕下筆頭に座り、連敗スタートだったが、3勝3敗まで星を戻した。7番相撲は十両の東白龍と組まれたが、これに敗れて負け越し、関取復帰を逃した。なお、7番のうち3番は十両と組まれるなど、対戦相手にも恵まれなかった。 会時代には出足を生かして突っ張る相撲や力に頼った小手投げを得意としていた。新入幕以降は徹底した4つ相撲を操り、がっぷりになって慎重に正気を伺った上で寄るか上、手投げで仕留める方を見せた。通常合理的でない深い位置の噛手を取ることが多いが、体を入れ替える技術で投げにうまくつなげる。だが、 新入幕の前に腰を痛めていこう思うような相撲が取れず、それ以前まで得意としていた突っ張りや小手投げが影を潜めていった。特に2013年3月に左足首を痛めてからは2013年11月場所前まで稽古もままならない状況が続いており本場所には痛み止めを打って出場していた。2018年9月場所で重量に戻ったあたりでは、 前世紀よりも、簡単に土俵を割る相撲が増えた。2022年1月場所終了現在、連勝記録最多連勝記録は、27連勝。序目地、序二段、三段目と三場所連続7戦全勝。ありがとうございます。